広島県呉市には、日鉄日進製鋼呉製鉄所、という製鉄所があります。2023年9月末に閉鎖予定なのですが、この製鉄所の中に、製鉄段階で出る、不純物の多い鉄の溶解物、残材とかノロとかいうのですが、それを捨てる坑内軌道が、走っています。製鉄所が閉鎖になれば、この坑内軌道も廃線、ということになるのでしょう。あんまり、注目されてないみたいなんですけどね。そこで、藤原さんが、この坑内軌道の魅力を、端的に示す動画を作ってみました。やはり、最高なのは、夜だ。まあ、こう煽っておけば、藤原さんより写真の上手い人が、もっと綺麗に記録してくれるでしょう。とは言ってもね、写真の上手い下手にかかわらず、個々人がそれぞれに、自分の記録として、写真とか動画を撮ってほしいとは、思うのです。では、また。